にちは、神戸 DC チャンネルです。今回はラバー伸ばし比較やっていきたいと思います。何の、ラバーを比較するかといいますと、じゃん、ファスターク G1 です。結構コメント欄にもファスタークを伸ばしてほしいっていうの意見も多くて、中級車走に多いラバーなのかな、まあ、僕の中では上級者にも多いんかなと思ってたんですけど、結構意外と中級者にファスタークを使っている方が多いみたいなんで、今回はこのラバーを伸ばすのと伸ばさないのとで比較していきたいと思います。それではやっていきます。ちょっとラバーの重さ測ってみよう。はい、ドン、68。黒お、え、三択の紙めっちゃ重いです。え、4グラム、いつも1とかです。 2、うん、すげえ高級感、厚紙、そう見て思うと非常に高級感。68やった、引っかかりがやばかった。こういうでも数字書く女子高生いますよ。マジで、お、一緒、いいやん、いい感じ。お、え、今度滑らへん、滑らん、滑らんな滑らんな。はい、で、一緒やからどうしようかな、こっち伸ばそう。今回のファスターク G1 は春コーチの使用道具になるんで、フォア伸ばすかバック伸ばすか、ちょっとこう本人の意見を聞いてみようかなと思います。どっち伸ばしといてほしい？本当はどっちも伸ばしてほしいのが本音ですけど、比較ってことでやっぱどっちを使うか、使う方、どうやの、練習相手はバックの方がやっぱ使います。バックする、でも引き合いとかするやろ引き合いね、渾身の。うちのバス使うのはバックやけど、バックブロックやんメイン。うん、あ、そっか、あ、そんな。じゃあフォア、フォア、うん、黒伸ばそう、お願いします。女子高生の方やな、女子高生、ちょっと丸文字意識してないやばすおばさん、間違った、おばさん、おばさんいいですか、腕下げたな、腕上げたな。で、伸ばす方、温めます。はい、はい、今回使用するラケットは強氷流っていうんかな。いいですか。一つ分かっていることは、いいラケット。いいラケットっていうことは認識しております。マロンさんの若きマロン。映ってますか。あ、ちょっと光がマロン神々しくなる。いいですか。うん、若きマロンのあれですね。ニッタクのマロンシリーズ。本物みたいなやつ、偽物あるの？偽物っていうか、あれはニッタクが出してる、マロンが使ってないやつ。ああ、そういうこと、うん、これはマロンさんが使ってるやつやね、いいやつやね、いいやつ、なんかちょっと高い、高いと思いますっていう認識はしております。はい、ちょっと正式名称ってちょっとよくわかんないですけど、これを使っていきます。春コーチ仕様モデル全部お下がりですけど、ね、お下がり、いいラケットやんな、いいと思います。結局なんかみんないろいろ試すやん、ここに戻ってきてね、うん、合力行ったりカーボネード、うん、バイオリン、アコースティック、あ、アコースティック、アコースティックカーボンとかな、なんか使っとったりだけど、うん、結果でもこれに落ち着くイメージやな、うん、はい、これのカーボン、インナーカーボンだよね、多分。すいません、よく
らんけど、多分だって中に黒いの見えるやろ、この隙間に黒いの見える。ああこれカーボン、うん、アウターだったらもっと外に来てる、これが。へえ。だからインナーカーボンやねんけど、めっちゃ重い球くるイメージ。うん、軌道がすごいよね、うん、丸の。だって女の子の高校生とかが打っても、うん、えぐい球くるもんな。ね、もうなんか自分は力がなくなってきてるから、うん、筋力、うん、パワーもなくなってきたから C1 の方がいいんかなって最近思ってます。あ、なんかパッて選手の C1 使ってるこのラバーで打ってみたら、うん、打ちやすかった、打ちやすくてあるよちょっとやっぱ頑張らんでも飛んでいくやん、柔らかいやつ、うん、しっかり振らな飛んでいけへんやつって、うん、やっぱ元気がいるやんか。そうで練習相手でなんかめっちゃ A ボール必要かってなったら、うん、勝とう思ったらさ、うん、自分が選手として使うやったら E ボールあるけど、うん、練習相手やったら意外と、うん、ええかなって、うん、打ちやすい方が妥協してしまう、うん、そのもう意気になってきたのかなでも選手からしたら、うん、C1 の球よりやっぱ G1 で打ってきてほしいっていうのはあると思うけどな。うんうんうん、確かに。でもママさんとかそのぐらいやったら別に G1 のボールじゃなくてね、けど、うん、そこの選手は G1 の球打ってきてほしい、なんなら G1 じゃなくて強評で打ってきてほしいって思ってるかもしれない強評今強評使えん、肩持ってかれますね絶対筋肉となる一瞬で強評で引き合い、うわ。でもなんか強評のボール、自分も現役の時強評使ってたんですけど、うん、強評でブロックされたりドライブとかかけられるとやっぱやりにくいなって思います。練習相手試合で、練習相手で、うん、はい、私が強評のボール受けるとやっぱ予想以上に台についてから伸びてきたり、うん、ブロックも伸びてくるから止めてるだけやのに、うん、結構それがやっぱ、うん、打ちにくい、合わせにくいって感じますね。しかも両面強評とか使ってるもんなもうどっち打っても強評のブロックね。練習したら練習このラバーに、うん、滑りめっちゃ悪い。あの実はサインを実いきなり考えまして、でまああのどんな場面でもされるかわからへんから、まあ、とりあえず今練習してみようかな、ラバーにであの書きにくい紙とかも出てくると思うんで、いずれあの滑りが悪いなって、そんな時のためにラバーにちょっとサインをしてみたいと思います。どこがいい？どこでもいいよ。切られるとこ？いやいいよ、全然残ってる、大きく書いていいですよ。もう結構バランス、この辺が、え、うまい。いけるいける、うん、どうですか、うん、ちょっと、まっすぐ、このポイント、ポイントはこの曲線が、この曲線もそうやし、このニコちゃんマークのここの部分、これ実は吉田張りのアーチを作ってますで、この顔の部分が、まあ、田んぼの谷もなるし、吉田の口にもなるし、カズの平和の輪の口にもなるっていう三役を買って大活躍ですわ、こいつで、まあそんな感じのサインになりました。うん、もう一回いとこか、丸もうちょっと大きい、はい、え、ちっちゃい、うん、いいよいいよ、うん、いいよ、え、なんかそれっぽいな、うん自己満急にそれっぽいサインあのこの動画の先か後かなるかわからんけどさ、うん、ひどかったもんね、自分で考えて、あ、自分で考えるやつ、ルル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 
結構見返してみたらいろんな選手ルールルルルル使いがちルルルルルしがち。そうかな。よし、もういいよ。すごいよ、遠くから見るとかなりそれっぽい。やつ、ほんまのやつ。でも二度塗りしてへんよな。はい。あ、俺だから次ラバー張り替えのいつか知らんけど、剥がした時に、うん、そういやサインしとったな。捨てにくなるんじゃん、このラバー。そうでもない。そうでもない。そマロンに俺のサインしたじゃん。返しにくい。返し。それは返しにくい。ラバー貼った時にこのサインがどれぐらい残ってるかやな。そうやね。ちょうど切れてる可能性もあるわ。うん。なんかすごいなサイン。32歳、うん、にしてサインを作りました。なんやかんやさ、サイン求められる時結構あったやん。なんか毎年全日本出たらそれさ、うん、え、吉田和也として。いや多分違うよ。なんかもう何が真実かちょっとよく分からへんねんけど、うん、中学生ぐらいが10人ぐらい並んだりするんですよ、うん。ほんで、サインお願いしますって来て、すみません、そういうのやってないんですって断ったら、え、あれサインくれへんみたいなで、なったりして、で気まずい感じにもなったりするし、それこそあの、なんかもっと強いんですよ、僕とそれこそ藤井選手、藤井優吾さんとかと一緒に喋ったって、その中学生の5人ぐらいがサインお願いしますって、藤井優吾じゃなくて僕の方っていう謎の現象で、藤井優子はその子たちに言って、いや多分君たちの思ってるような選手じゃないから、あのやめた方がいいよ。多分勘違いしてたんですよね、ある選手にね。そう、多分その時ちょっと何人かにも似てるっていうのは言われとったけど、ビクタスのやっぱそうそうそうジャージがもう一緒だと。そうやな、ビクタス契約選手、当時のビクタス契約選手とシルエットが似てるっていう、うん、あと髪型も似てたよ、あの時後ろ姿とかさ、ジャージと身長が一緒やったら髪型とか。身長そんな高いっけ。あ、同じぐらいあるじゃん。あ、そうか、っていう多分共通点がちょっとあったのか。でもうその時ほんまでも知り合いにもな、あれやもんな、なんか10人ぐらいちょっと似とるみたいな、ね、っていうだったから、その藤井さんとかも多分君たちの思ってる人じゃないからやめた方がいいよ。あれは面白かったね。いや、その子たちもなんでこの人が言ってくるの、誰やこいつ、誰やこいつ、みんないろいろ間違って誰やこいつみたいな感じでなんか舌打ちしとったけど。マジ、だから某当時のそのビクタス契約選手の、まあ、今他メーカーですけど、知らんところで評価下がるっていう可能性ね、みんなプラスになってないよね、いろいろ。そうそうそう、あれな、あったね。なんで、え、なんでサインしてくれへんのってなるし、子供たちからしたら、こっちからしても、いや、君たちの持ってるしちゃうからみたいな。で、藤井優子も、私じゃないんやみたいな。いや、それはどうかな、それは分からないけど、まあ、普通に言ったら藤井さんに行くよね。まあ、あと、海斗と喋ってる時も。あ、藤本海斗君、うん、藤本海斗って、あの、全日本ランクにも一回入って、うん、住友金属物理におって、今、大阪のクローバーシカとかにおるんですけど、それも大学の後輩で、その海斗と喋ってる時も、留学生ぐらいが、ついてきて、カイトと喋りに行ったら一緒に来て、なんかドラクエみたいな仲間連れて歩いてるみたいな。で、なんかその時も他にもおった後輩がなんか吉田さんついてきてますよ。でもずっとおんねんあれみたいな。カイトじゃなくてまたこっちにサインを求めるっていう。あれ、みんなもうちょっと勉強した方がいいね。ちゃんと顔を見て。顔ちゃんと見た方がいい、うん。ちゃんと顔を見てベスト16ぐらいもちゃんと見た方がいい。そうですね。なんならカイトとか優子のことがもらうべき人材やと。そんなこんなありました。でもやっと今サインできたから。でもこれ書いてたら書いてたでさ、誰やっぱり正解ではなかったんですよ。なんかちゃうやつ来たね。誰ってなりました。なるな。正解は何だったんだろう。何やろ、サインのラバーのここにサインするとあんま悪いラケットやった。だってさ、何回も買ってる時にくださいいう状況ですよね。状況的には熱を耐えてる、その新品の
まだ。ジャバ持ってきて。温度？温度測ろうか。22.3。うん。そんな感じやな。なんかそのまたさ、待ったよ。そのサインの話戻るけど、うん、結局2年連続ぐらい言われたんよね。うんうん、で1年目の時にそのまあみんな違うあんたが思ってるのじゃないかみたいなんでサインやめた方がいいってなっとったんやけど、うん、次の年にもまた来たらなんかほんまに誰に求めてんのみたいな聞いたらみたいな。うん、君たち誰やと思ってんの、うんうん、みたいなのをみんなに言われてたから、まあ、今年は聞くべきやな、君たちは誰やと思ってサイン来てますかっていうのを聞こうと思っとったんや、うん、今年こそは、うん、ならなやっぱ来たんや、うん、いざほんでなんかサインお願いしますって来る気配が分かるよね、うん、なんか試合こうやって見とったらなんかめっちゃ同じ人がこううろうろしだすね、あ後ろでなんかそうやってすってみたいな声が聞こえてくる。でもその時にはわわまた来てるわみたいな変なドキドキになる。ほんでなんか一人が勇気を出してすいません、うん、サインもらえますか、うん、今年も来たわってやっぱ来たわって思った瞬間に言えんかったな。へえ。もう声も出せんかった。もうあのそれそういうのやってないんだみたいな。それめっちゃ失礼じゃない。いやもうあのよく言うじゃないですか、あの痴漢された時に声出せへんそれ一緒ななんか出そう出そうって思ってても実際やったら声出せへん、うん、その感じを味わったな。痴漢された側の気持ち、うん、そうほんまに声出へんそうやってね、しかできんかったわ。へー、かわいそう。そうだな、うん、でも違う人やって吉田和也書く方がかわいそうやけどなんなら、では、やっていきますよ、はい、バック側が伸ばさへんやつやからな、うん、パターンっていく高級髪この日卓の髪いくらかけたんやろな。ねえ、倍ぐらいかけてそう、うん、重さも倍やし。これで鶴とか折ったらええんちゃう。千番です、まあ、卓球好きな人は嬉しいかもしれない。よくない、だって高級やん。全部黒です。全部黒、それはわかんない。ちょっと千番鶴的にどうかな。ちょっとわかんない。でもビクタスの青入ったり、ああ。いろんなラバー紙で千番鶴、伸ばします。お、これ良さそうやで。お、吉田引っ張りからの、うわっ、ええわ。サインも、お、サイン残りそうや。G1 使ってる人多いんやね。多いやろな。結構硬いと思うけどな。うん。C1 ぐらいがいいや。G1 だからエキストラぐらいのコードない。へえ。C1 がスティフぐらいのコード表示になってるから。重さ。はい。重いんだよな結構。これ両面伸ばしたら持ちやすなんないな。あ。お。あ、割と184。はい。で、表面がちょっとサインが始まった。これ伸ばしてない、見える？うん、
からの安定の違いますね。つぶつぶ。OK ですか？うんうん。では打ってみたいと思います。